はい、皆さんこんにちは、タカです。今日は不安についてお話ししましょう。不安は時折私たちの心を占めることがあります。しかしその不安を避けずに受け入れ向き合うことは新たな可能性を発見する手助けとなることがあります。不安に立ち向かう第一歩はその正体を理解することです。不安は私たちに何かを伝えようとしているかもしれません。感じる不安に耳を傾け、その背後にある真実や気持ちを見つけましょう。不安が過去、現在、未来に関連している場合、それぞれの不安を区別しましょう。そしてそれが何に基づいているのかを明らかにすることが大切です。不安は現実には起こっていない出来事に対する恐れから生じることが多いです。しかしその恐れの背後に隠れたメッセージを見逃さないようにしましょう。不安は成長の機会を示しているかもしれません。怒りも同様に私たちに何かを伝える手段です。自分の望む未来と現状とのギャップを埋めるための方向性を示していることがあります。怒りを受け入れそのメッセージを理解することは自己成長の重要な一環です。不安や怒りを受け入れることで自分自身の内なる声や願望に気づき未来への道を切り開く手助けとなります。感情を知り受け入れることは幸せな未来を築く鍵となるでしょう。不安や怒りに耳を傾けその感情が持つメッセージを受け入れることで新たな可能性への扉を開きましょう。不安や怒りを通じてより良い未来への旅を始めましょう。ここまでご視聴ありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。